あれ俺どっちだったっけな。いやこっちかじゃん。反対か。俺こっちか。あ、あれ、あ、あ、あれどっちだったっけな俺。3週間ぶりなんだよね。そうなんだったっけ。あった。あ、マジか。3週間ぶりの影響でかいな俺。あれこっちか。あ、いやじゃあこっちか。カノックスターをね、3回ぐらい落としてね、うん、ちょっと最後にイラッとしてたね。ということで、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。まあ、視聴者は多分疑問に思ったと思うんだけど、うん、まあ、もう1ヶ月ぶり。もう1ヶ月ぶり。そう、なんなん1ヶ月ぶりかっていうと、シンプルに縁切ってました。で、まあ、今日の企画は、山田の元カノが僕ん家に押し寄せてきて、アルゼンチンからやってきたんですよ。わざわざ。そう。で、うん、今、別室でね、客室で寝てるんだけど、うん、で、シンディさん、イカゲームすごい好きになって、そう、韓流が好きで、うん、イカゲームがすごい好きらしくて、うん、これさ、多分、日本の YouTuber では多分誰もやってない。へぇー。あっ、あれやつこれ開けようぜ。でも、こんな感じで、業務用で。ほら、こんな感じで。お、すごい。しかもさ、針まで入ってる。なんかさっき難易度書いてあったね。これ、難易度1、2、3、4、5ってことか。うん、じゃあ、シンディさん呼ぼうか。マジイカゲーム好きなんだよ、シンディさん。呼ぶね、なんで。シンディさん呼ばなきゃいけないから、うん、ちょっとじゃあ、シンディさん呼ぶ儀式やってもらっていいですか、じゃあ。お願いします。シンディ来た？いや、来ないな。シンディ来た？来た？いや、来ない。来ない？うん。髪食べてるけど大丈夫これ。暇すぎて髪食ってたわ。あ、そう、シンディさんのやつこちらが。あ、はじめまして。はじめまして。はじめまして。あら、これイカゲームでしょ。そうだよ、イカゲームで。私イカゲーム大好きなの。そうか、今回はそのシンディさんのために、うん、イカゲームの、うんうん、型抜きのやつ用意したから、うん、もう完全クリア目指していこうみたいな。あー、いいね。誰？コジです。コジ？うん。よし。おい、かっこいい。臭くねえよ。臭くねえ。臭いって。もう一回書いていい？いい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 、そっちのいいよじゃねえ。嗅ぐな。ちょっとシンディさんが家で気絶しちゃったんで、今日の撮影終わり。じゃあちょっとシンディが気絶してる間にさ、準備しようとこれ全部。オーケー。飴によってこれめっちゃ分厚いけど、うん、これめっちゃ薄い。やばい、違うやん。半分ぐらい違う、ね、まずさ、シンディ来る前にさ、うん、俺らでこれ型抜きやってみようぜ。あ、一回やってみる。うん。あれ、こんななんか、地面ガタガタで型抜きするって一緒にあったっけ。新しい暮らししてんだっけ。あ、結構いける。あ、いける。あ、もう終わったわ。これ一番乗りある、絶対。結構綺麗に割れるわ。食ってみろ。いただきます。ちょっと待って、自分、ちょ、時間合わせる。あ、いける。あ、簡単にクリアやん、ね、いただきます。いただきます。オレンジ。いや、なんだ、なんだこれ。まあでも美味しくないのは共通認識じゃん。これなんだこの味。なんかオレンジだと思うけどな。オレンジっぽいけどなんか違くない。うーん、人工感がすごい。ちょっと原材料見てみるわ。食品添加剤、ブドウ糖、香港。材料に、うん、香港。電話番号あるからさ、うん、かけてみる。ちょっと一回やって。お前の携帯がかけて。やだよ。じゃあ、シンディ呼ぶか。その、気絶を冷ます呪文とかなかったっけ。一日二回はシンディって。シンディ、はい、こんにちは。そのテンションで来れないでしょ。あら、かわいいだね。かわいいだね。どうも、鼻が綺麗になる。じゃあね、ちょっとシンディにやってもらいたくて。あ、いいわよ。これ知ってる、シンディ。あ、知ってる。イカゲームの型抜きのやつでしょ。そうそう、ちょっとさ、待って。これさ、不格好じゃん。よく見たらさ、ここにさ、へこみがあるんだけどさ、うん、これ
指の形と一緒。最悪。誰かがここを押して作る時にこうやって押してずれちゃったやん。そのまんまだと思う。よく見るとなんか指紋の形まで困る。素手で作ってるってことでしょ。ね、ワンちゃん。やってみてもいい？私これ得意だよ。やってみていいよ。じゃあやんな。いくね。死んでるよ、死んでるよ。死ん、おい。死んでいい。うまいでしょ。丁寧にやんなきゃいけないから。あ、そうなの。そう、丁寧にね、針使うんだよね、これ。そう、そう。針いる？針、死んでる。針貸して、行くわね。うん。死んでる。自分の手刺してる、これ。俺は何を見せられる。できそう。順調よ。ほんまほんま。ほら、うまくいったでしょ。いけてる。割といけてる。割といけてる。あ、いい感じ。やっぱうまいね、シンディ。やっぱ見てただけあるね。まず一杯完成したわね。多分さ、うん、シンディ思うんだけど、うん、でもこれあのつっついてるんじゃなくて、うん、多分だけど、うん、狙い定めてる。削ってるんじゃないんだ。違う、多分狙い定めてから一気にパーンってやるっていう。そういうことか。男だね、多分シンディ、ね、危ない危ない。チェリーシン、眉間に湧くで。止まんない気がして。あら、ちょっとついちゃったわね。難しいな。あ、惜しいけど、うん、待ちてるけど、あ、でも一気にやるタイプなんだね。あ、そういうスタイルなんだね。多分ね、シンディね、いかがい見てない。ないね。ない。これダメなの？うん、多分シンディもう2回に2発ぐらい重ねてるわ。シンディちゃんと見てた？イカゲーム。見てたよ。なんか、うん、あれでしょ？相手の陣地にペンキレール塗って量が多い方が勝ちってやつでしょ？スプラトゥーンや。え？スプラトゥーンやそれ。あ、スプラトゥーン。映画ねえし。シンディ。レハ、あれでしょ、あの暗殺者がさ、うん、娘を守るやって。知らないよ。何それ。レハも知らないの。知らんよ。お前被告民だな。暗殺者を人が守る。いや違う違う、なんか暗殺者が小さい女の子を守るっていうか。あー、レオン、レオンでイカゲーム間違えるって、まあ、まあ、あるあるだけどさ。スプラトゥーン最初間違えてたんけ。スプラトゥーンって何。記憶障害ね。じゃあさ、簡単なやついこう。丸の方がいい。丸の方がいいか。うん。これ歯でやってもいい？あ、歯でやる方がいいかも。うん。よくないよ。よくないけど。教育チャンネルでしょ。うん、ちょっとうまくいっとる。うまくいっとる。で、それでいく。ほら、もう一回やればできるでしょ。次、手でやったを、やる？オッケーオッケー、ゆっくりやった方がいいわ。ゆっくりね。いや激しいね。すごい部屋の中汚れてるけど。教育チャンネルじゃなかったっけ。これ教育チャンネル大丈夫、これ昼の3時ぐらいから流すチャンネルだから大丈夫かな。で、さすがにね、あんだけ激しくやったらよくないわ、うんうん、多分無理だよ絶対。どこ行った？失敗してるよ。うーん、うまくいっとる。あ、割れてんや。割れてんや。偽装すんな。この距離なら分からないかなと思って。ほらね、うまくいったでしょ。さすがだわ。やる。マジやる、ね、最強。いや、信じて、さすがだわ。イエーイ。あ、やるよ。かぐな。いや、あの、お前の息が狂気なんだからさ、また傷しちゃったよ。じゃあ寝かせてくださいということでね、あの、まあ、今回ね、あの、シンディ初対面だったんだけど、はい、どういう印象だったの？シンディ。どういう印象？うん。てか恋愛相談してなくね？あー、イカゲームに夢中主義で。夢中主義だ。夢中すぎ。ということで、もし変わらなかったら、どうだ？シンディと山田の共演待ってる人は高評価。あ、間違えた。じゃあ、また次週お願いします。バイチャー！